はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕の大好きな肉玉そばがね、千葉県の八街市で食べられるということで、早速ね、飛んでまいりましたで、メニューはね、こんな感じなんですよ。まあ、肉玉そばをはじめて、つけ麺とか、まあ、タンメンとかね、中華そば、いろいろあるんですけど、今回はね、肉玉つけ麺、こちらをいただこうと思っております。はい、ということで、今メニューの方が到着いたしました。こちらがね、肉玉つけ麺の茹で前2キロ、超特盛りサイズでございます。もうちょっとお腹すいた。早速、食べていきたいと思います。いただきます。うめえな。うわぁ、うまそう。うわ、めっちゃうめえな。
かな。はい、ということで本日はね、元祖肉玉そばおちさんにお邪魔した動画でございました。いかがでしたでしょうか。いや、このね、まあ、店名にもあるように店員さんが、まあ、おちさんっていう方なんですけれども、以前からね勤められていたお店ですごく僕もお世話になっておりまして、この方がね以前在籍しているお店で、まあ、監修とか現場で指揮をしていたメニューがですね、数々のグランプリ等を受賞しております。詳細は概要欄の方に記載しておきますので、気になる方はもうぜひ見てほしいんですけれども、まあね、この方が作るメニューなんでもううまいのが確実なんですよ。また今回はつけ麺をいただいたんですけれども、もう店名にもあるようにね、肉玉そば、こちらのラーメンもね改めて食べたいなと思う、最高にねうまいお店でした。まあね、僕も編集をしてて、ああやっぱうまかったなと、まあ、こいつうまそうに食ってるなと思うような表情をするぐらい美味しい一杯ですので、ぜひね八街市、近い方、まあ、遠くからでもね食べに行ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。